報センターから台風情報をお伝えします。台風21号は非常に強い強さで上陸し、近畿地方では暴風高潮による被害が発生しています。まずは気象衛星ひまわりで現在の台風の様子を見ていきます。こちらになります。台風21号の雲ですけれども、しっかりとした円を描いているわけですが、今現在この台風から伸びるような形で南の方に前線が形成されつつあると、そういった状況になっています。台風の今後の動きです。4日火曜日の午後4時には小松市の西南西約30キロの海上にあり、強い強さで北北東に進んでいると推定されています。最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルです。今後さらに速度を上げ、5日水曜日の午前3時には小樽市の西約120キロの海上にあると推定されております。台風ですけれども、この後ですね、さらに北の方に行くわけですが、風の強いエリアさらに広がると見ていますので、今後もですね、東日本北日本を中心に強い風には十分に注意をしてください。また台風から少し離れた場所でも南からの湿った空気により突然の強い雨もありますので、こちらの方にも十分注意が必要と、こういった状況となりそうです。以上、予報センターから台風に関する最新情報をお伝えしました。